はい、映ってんのかな、てかちょっと暗いんですけど、明日から日本に帰るので1週間パッキング、あんま持って帰るものないんで、お土産紹介しながらパッキングしていきたいと思います。ちょっとはいしていきます。でも1週間しか帰んないんで、あんまり人に会えないんで、親戚の絵のお土産とかになるんですけど、まあ、こんなのとか、ホノルクッキーの5種類15個入りを、なんか、お母さん適当に買っといてって言われたんで。4つとあとまたクッキー、これビッグアイランドクッキーのなんか ATATs とコラボしてたんで、なんか買いました。ちょっと可愛いんだけど見えないんだよね。まあいいや。なんかこれをこの同じのとあとはね、今回ちょっと犬が大好きで、実家にも犬がいるんですけど、あとおばあちゃん家にも犬がいて、あといとこの家にも犬がいて、ちょっと待って見てほしい、あれだ、犬たちのアカウント、インスタのアカウントがあるので、いとこのとうちのと出しておきます。はい、そしたら今画面上見せなくていいからね。で、犬のおもちゃが多分前他の動画で多分紹介したと思うんですけど、これキングスハワイアンっていうパンと同じ形のやつ買っちゃいました。これちょっとうちの犬用と、いとこの子はこの同じのもう一個と、なんかこれはね、ちょっとやっぱアメリカンな感じでちょっとボロボロなんですけど、これはドーナツ、危ないドーナツが入ってるの。可愛くないですか、これ見ると。あ、もうちょっと落ちた、やばい。これも多分なる、ほら、これと、あと多分前回この動画で紹介したんだけども、このポイが入ってるやつ、ね、これちょっとよくわかんないけど、これあ、これもなりますね。これ一番音なる、これをいとこのとこは3匹いるんであげようかなと思います。おばあちゃんのとこにも買おうと思ったんだけど、おばあちゃんの家のワンちゃんは遊ばないんですよ、おもちゃで。だからちょっと買ってもあれかなと思って、ちょっと今回は買ってないです。はい、あとはめっちゃ早口で喋ってるからまだ4分ぐらいしか経ってない。でもめっちゃ あとはなんかこれ適当にこういうチョコ、よくあるチョコ、マカダミアナッツチョコとか、あとこれはあ、匂いする、すごいいい匂いする、コーヒー、粉コーヒー、これも、まあ、全部おばあちゃんとか、いとことかなんで、はい、こんなのと、あ、いい匂いする。あとこれはなんか ABC に言ってたお母さんが買ってって言ったんで買いました。うちのおばちゃん用です。あと、なんていうの、開いてるんだけどさ、これ豆だからいいの、あの粉コーヒー purveyors っていうのかな、あの美味しいコーヒー屋さんの豆、なんかこれちょっとフレーバーついてるやつ、ブラウンシュガー、
フルーティーヘーゼルナッツで、こっちがハニーマカダミアミルクチョコレート。これはなんかお母さんが買ってきてって言ったので買いました。あとはね、もうちょっとおばあちゃんたち、お母さんのおばあちゃんと、お母さんのおばあちゃん、お母さんの方のおばあちゃんとお父さんの方のおばあちゃんに、リアドデルカでハンカチ買いました。おじいちゃんにはないです、ごめんなさいおじいちゃんは、おじいちゃんはクッキーとコーヒー食べてもらいます。こんな感じです。これをババババババって詰めて、明日の朝、飛行機に乗ります。本当にね、札幌出身なんで、で、すごい寒そうなんですけど、ハワイこんな感じなんで、服がないんで、本当に何も持って帰れません、服は。靴下とかパンツとかそういうのだけ、あとはもうお土産だけでちょっと詰め込みます。それではちょっと早送りで詰め込むシーンになりますが、どうぞこんな感じです。本当に、まあ、ここにさっきのワンちゃんのおもちゃとか入ってます。あとはここにちょっと靴下とかパンツとか詰めて終了です。では空港へレッツゴー。